ニューストゥナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめますアンカーマンは産経新聞編集委員の安本利久さんさあ今夜は何が見えたでしょうかはい、えー、金剛山駅伝待望論から本当の関西の実力が見えました ということでえ僕はねお正月決め込んでいたのは先週報告した通りなんですが、えー、テレビをずっと見ていてですね今年の特徴に気がついたんですねそれはどこのチャンネルもそうでしたけども看板番組の 再放送が多かったなととというこ多くはね、えー、前年の正月番組だったりなんですがそれとか映画の放送が多かって、まあ、生放送もちょっと減りましたねとあるいは11月末ぐらいから一生懸命、えー、作られる缶詰番組ですね録画番組も少なかったなとお、まあ、笑い番組も少なかったかもしれませんね、えー、そういったのが今年の傾向だなというふうに感じたんですね。 で三十年ほど前、僕はフジテレビに出向してた時の経験から察すると、おそらくですね、まあテレビ界でも、えー、働き方改革がうるさく言われ出して、今までのようにですね、まあ徹夜続きで、えー、正月用番組を作ることができなくなったので、まあこういった傾向が生まれたのかなと思います。えー、一般の視聴者の立場からすると、もう少しね、お正月らしい番組があった方が良かったかなと思って残念な気分なんですが、まあそういうこともあってこ 今年たっぷり見てしまったのが箱根駅伝、ね。まあこれはね1月2日と3日 <laughs>、はい、毎年,年まあ朝から昼過ぎまでですね7時間以上の長丁場の放送が2日続くわけですが、まあ時々ね卓局に浮気しながら最後まで見てしまったんです。 で,す、ねでえー、箱根駅伝がよく見られるのはここも数年の特徴でして今まではですねお正月番組とちょっとおちゃらけのものが多かったので、うん、まあその中でですね真摯に大学生ランナーが走っているドラマに引き,つら、えーまあ、引きつけられる人が多かったのでそういう傾向が出てたんだと思うんですね。 ただよくよく考えてみるとですね僕たち関西人にはまあ遠い地方の協議会なんですね,ですね、えー、出場する大学というのは関東地区に限られてまして、うんえー、その20校が主に、えー、出てそしてもう一チームだけ1,000人もいた大学から選抜された学生連合チームが、まあ、走る。 ですから21チームが走るんですが全て関関東東の大大学ででで行われる大会とということなんですねえそれなのにこれまで注目されるようになったのはさっき言ったテレビ事情ですねまあ真摯なドラマがお正月にないということが一つですしやっぱり東京なのでえー テレビ局の力も大きいということではないかなと思うんですねこの辺りが僕の少し引っかかるところでして実は大学スポーツの中には三大駅伝と言われるビッグ大会があるんですね、はい えー、一つは出雲駅伝そして一つは、えー、全日本大学駅伝でこれは、まあ、あ名古屋の熱田神宮から伊勢神宮まで走るんですがそれと箱根駅伝これで三大駅伝なんですね。でこの中で出雲駅伝と全日本駅伝は全国から勝ち抜いたチームが出られるので文字通り全国大会なんですが箱根駅伝はさっき言ったように、えー、全国からは出られないんですねね本当関東だけででですすもん、ねはい、ですからら、えー、三大駅伝と言いながらですね。 関東以外の大学にとっては二大駅伝しかないということになるわけですね。チャンスの数でいうと少し不公平ですね。はい、これはまあ不公平ようなやつ僕も気がするんですね。で、まあこれは箱根がね徐々にメジャーになったので仕方ないということもありますから、誰に文句を言う筋合いでもないんですが、実はですね実駅面で関東医学の大学は不利益もこむってるんですね。というのはですね。 高校生の有望ランナーを勧誘に行くということは東京の大学もかそこ以外の関西の大学なんんかもしてるんですね、はい、で関係者に聞きますとその際に、えー、関西の大学なんかはたがられることが多い。 なぜかというと僕はあの箱で、ね、走りたいんですという学生があ<ー>まあ高校生が多いので取ることとができないというんです、ね、確かにそれはランナーとしてはあれだけ華やかなね、うん、全国に、ね、えー、どっと放送されるところで走りたいんですよね。となると優兵衛選手が一層関東に集中して箱根駅伝はレベルが上がるんですがそこ以外の大学関東以外の大学はなかなか強くなれずに。 門戸が開かれている出雲とか全日本でも出場が難しくなる。うん出場しても 関東の大学にはまあ歯が立たないと言いますかね関東勢の独壇場の状況が続いているまあこういうことなんですねいわば大学スポーツの関東一強時代がえ構造的にも出来上がってしまうということなんですねでこの傾向は他のスポーツでもないことはないんですが例えば野球ではですねえ東北福大学が強くてですねこれはもうそれこそ矢野監督なんかもいた時代あるいはえ大魔神佐々木がいた時代なんかは強くて 東京六大学とか東都大学リーグから来た大学を蹴散らして前世紀を築いた時代もあったんですねあるいはラグビーは同志社大学が非常に強くてですねこれは平尾誠二さんとか大八木さんがいた時代ですがこれでもまあ関東大学に、えー、まあ 近づけることさえしなかった独壇場だった時代もあったんですね。えー、駅伝ではそうした長大学が現れたことがないというのが今の現実なんですね。この理由は僕はやっぱり箱根という極めて突出した大舞台がある。 ためだと思いますし果たしてこのままでいいのかなという気がするんですが<ー>実は僕のようにとあえて言わせてもらいますがこのままではよくないと言っている当事者の人が一人いるんですね。今年優勝した、まあ、最近強いんですが青山学学院大学の原進監督<い>この人が実は箱根はは今ままででいいけないと提言をしてるんですね何を提言してるか「箱根を全国大会に衣替えすべきだと」とこういう主張をずっとされてるんですね。 理由を3つ挙げた一、はい、つはですね今箱根を走ってる大学生の7割が地方出身なんですねでそこに注目をして地方の大学でも箱根に出られるということになれば地元の大学に進学してそのまま就職するようなランナーも増えるのでこれはあふるさと創生につながるんだと。 これが一つの理由なんですね。からもう一つはですね、地方大学に駅伝部あるいは駅伝の強いチームが出てくると箱根出身のランナーたちが指導者として就職する機会が増えるということですね、えー。同時に大学なんかに就職できなくても、えー、そういった地方に根付いてですね、はい、ランニング教室を開いたりなんかすると全国的なまあ陸上への人気とかレベルが上がる。 ということなんですねつまり箱根出身が陸上から離れても生活することが可能になるのでこうした方がいいとこれが二つ目の理由なんですね人生そのものの話ですもんね、はい、それからあもう一つはですねそうした環境が整うことで子供たちが陸上に興味を持ってくれやすくなるそうすると 今までだと野球とかサッカーとかバスケットとかいう他のスポーツに行っていた運動神経の発達した子が陸上に来てくれるので陸上自体がまあレベルアップするまあこの三つの理由で箱根を全国大会に転むよしましょうとこれはもう数年前から言っておられるんですねなかなかまあ視野の広い先を見越したですね提言だと僕は思うんですが同時にこういう提言ってのは非常に勇気がいるんですねなぜならば箱根 全国にオープンにされますと今まで関東だけで競って出やすかったチームも出にくくなるわけですね。まあ競争率はね必然的に上がりますもんね、はいえー。他の監督さんの本音を言うと、いらんこと言わせてくれと。<laughs> 今まで通りで、今まで通りで関東だけで争って20校に入れば出られるようにしてほしいと。<laughs> そのままで維持してほしいと。まあこういうことを考えている人が多いのでなかなかあ原さんの主張は通らないということなんですね。まあでも原監督って言ったらここ近年のね。博 はい、での人気を引っ張っ張てきた方ですもんね,、はい、僕はねある意味この人は立派だと思いますね。えー、今のままでいっても、えー、自分の名声も保たてるし青山学院大学も黄金時代が築けるわけですね。あえてライバルを世界、えー、日本中に求めましょうと言ってるわけですからなかなか自分のことだけを考える人ではなくて同時に、えー、難しい中でも青山学院が出続けるんだという、まあ、その自信もある、うん、ということだと思いますね。でこういうい 今の状況を踏まえた上で地方の一つである関西はどうしたらいいかということを考えてみたいんですね、はいえー、これはなかなかこれも大きな声になってないんですが、えー、関西の陸上の指導者たちの間ではこんな話が持ち上がってるんですね、えー、箱根に匹敵するような三冠駅伝を関西で立ち上げてそこを走ることが夢と高校生たちに言われるような大会に育てていけばいいのではないか でその際に、えー、ここがいいということで上がっているまあ歴史的なものはいっぱいありますから、えー、もしここで駅伝が行われればですね箱根に匹敵するようないろんなあ風景とともに、えー、全国でも見られる大会にはなると思いますがただし、えー、大会やっただけではダメですね。えー、これは なんといってもマスコミの全面協力がえー、お正月にお正月でないにしても6時間も7時間もぶっ通しでですね放送してくれるようなテレビ局がないとなかなかそうはいかないわけですしあるいはそれに対するまあ経済的なサポートも必要でしょうからこれはまあ大学のスポーツ界だけじゃなくてオール関西で取り組むようなまあ熱気がないとですね、まあ、実現不可能だと。 言わざるを得ないことだと思いますねただこういう声が上がるということを僕はちょっと評価をしておきたいんですね、えー、関西の大学の陸上指導部の方たちに見られるのは 関東でできることとは関西でもやれるんじゃないかと、まあ、こういう気持ちがあるからこういう提言をしてくるわけですねあるいはやろうという気持ちが非常にあるということですから、まあ、この気概だけをですね失わないようにしないと、えー、関西は一地方に埋もれてしまうでしょうし、えー、もし気概があるのであれば、えー、第二の首相ぐらいにはねなれるかもしれないということをですね 今東京なんかには負けけるかえと思ってたわけですねその象徴が僕たちにとっては阪神タイガースだったわけですが、うん、徐々にねそういう関西人の気概っていうのはなかなかなくなっているというか薄れているのう気がするので、えー、今回、えー、まさか名物語だと僕も思うんですが今後再起でやってみたいなという声をですねぜひ紹介したかったので今日は取り上げさせてもらいましたアンンカーマンの目でした。